増上寺にある四菩薩像四菩薩とは、四名の菩薩の意であり、仏教の信仰、増上の対象である菩薩の組み合わせの一つである。その意味するところは、宗派や意挙する経典によって異なる。密教の大蔵曼羅では、曼羅の中央に位置する中体八要因に表される四体の菩薩、すなわち普賢菩薩、文字菩薩、観音菩薩、 弥勒菩薩を四菩薩と称する場合がある。通常、四菩薩といえば、この密教における四菩薩を指す場合が多い。天台集計では、阿弥陀如来の脇字として、金剛法、金剛理金剛元、金剛後の四菩薩を安置することがある。金剛法、金剛理金剛元、金剛後の各菩薩は単独では、造造されることのまずないものだが、 密教の金剛海曼ラでは五仏の一つである、阿弥陀如来の東、南、北、西に上記四菩薩が廃されている。この形の阿弥陀五尊像は、比叡山等々、常雪三枚堂に安置されていたことが知られ、現存する小僧としては、日光林、王子常雪堂安置の御尊像が知られている。下言行では、法衛、九徳林、金剛堂、金剛像を四菩薩と称する。 日元州、ホッケ州では、ホッケ行に登場する上皇、無変行、上行、足立公を四菩薩と称する。ホッケ行の第十五章にあたる十字誘出品第十五の記述によれば、釈迦如来が説法をしていた際に大地が割れ、そこから湧き出た無数の菩薩の筆頭が、上行菩薩、無変行菩薩、上行菩薩、安律行菩薩であり、これらの菩薩は、 釈迦なき後の末法の世において、仏法を保持するものとされている。日蓮は、世が乱れ災害が起きるのは邪教を放ずるからだと主張し、鎌倉の街頭で、北ッ行の教えを説いたが、事故を、こうした上行菩薩になぞらえていた。なお、この北ッ行に登場する四菩薩は、金色の実で、三十二章を備えているなどと記されていることから、 悟りを開くための修行中の菩薩ではないとも解釈される。この場合、自らの下脱のために菩薩行を行う菩薩ではなく、御達しすでに仏界へ登った如来が、末法救済のために九界へ降り立った大菩薩であるとされる。またこの四菩薩は涅槃行に説かれる上落画像に配当される。日蓮宗において本尊とされるものに、大曼荼、一尊四子、 一投了尊四子などがあるが、これらのいずれにも蒸気四菩薩が表現されている。ちなみに、大曼荼、一尊四子一投了尊四子のいずれを、日蓮宗の本尊とみなすかについては古来二論がある。詳細は各項目を参照。なお、仏教経典には、蒸気以外にも様々な菩薩が登場し、密教の曼荼にも多数の菩薩が登場するが、これらの中には、 単独での造像や信仰がほとんど見られないものも多数存在する。ありがとうございます。